金祖月は大韓帝国の詩人である。本名は金帝筒美。曽月は豪。1920年、忽然と分断に現れ、流れるような朝鮮語でもって、情と恨みを独特の立調で表現した。天才詩人と呼ばれたが、32歳で自ら、その命を絶った。朝鮮近代文学を代表する民族詩人と称され、 朝鮮で最も多く詩集が出版されている詩人と言われている。彼の詩のうち4編が朝鮮詩集に収録されている。1990年9月に韓国のこの月の文化人物に選ばれた。1902年民歴8月6日、平安北道気象軍左官人道で生まれた。父は金章島。6歳下の妹金人しねがいる。 百日後に平安北道低州軍閣山面南丹道の父の家に移った。裕福な家庭であったが、祖月が2歳の時、父が精神に異常をきたす。そのことが後の祖月の人生に暗い影をさす。幼少の頃は祖父に漢文を習い、祖母に昔話を教わった。7歳で南ム山学校に入学した。友達もなく、いつも一人でいたという。 ナム山学校を卒業するとすぐに、祖父の紹介で、工事玉科の娘、丹ミノルと結婚した。学業を優先したい祖月としては、気の進まない結婚であった。五山学校中学部で出会った、教師、金屋の影響で詩を書き始める。そして、金屋の口添えで、文芸雑誌、創造五号に、詩人の春など五編の詩を発表した。 1922年、土川財学校の5学年に編入した祖月は、開白を通して早くも37編の詩を発表している。1923年に、土川財学校を卒業後は本土に渡り、東京商科大学に入学するが、関東大震災により帰郷した。同年には、かつてはついぞ知りませんでした。行く道など彼の代表作となる詩を発表している。 1924年に、金藤人らと共に、霊大同人として活動、山、床などの詩を発表した。1925年、生前唯一の詩集、筒子の花を出版した時が彼の頂点であった。同年には、詩論、詩魂を発表している。その後、詩作が活発でなくなっていく。1926年頃から、 東亜日報の支局を運営するようになるが、思うようにいかなかったようで、土地を売って、運営資金を捻出したが行き詰まり、3年後に事業を、やめた。経済難が草月を追い込み、酒に身を委ねるようになった。1934年、9年ぶりに故郷に戻り、墓参りをした。そして市場でアヘンを買い求めた。12月24日、アヘンにより復読自殺を遂げた。 企情軍西山面に埋葬されたという。1968年、韓国日報社が、ソウルの南山に、狙月指碑を立てた。ありがとうございます。